皆さんこんにちは、あさひです。皆さんこんにちは、佐々木あさひの弟です。今日のおやつの時間はですね、弟持ち込み企画でございます。はい、先日私京都へ行きまして、はい、あ、おいらんに慣れてましたね。おいらんのためのみに。本当にそれだけに行ったの？はい、行きまして、そこでね、ちょっとお土産を買ってきましたので、はいはいはい、ご紹介したいと思います。はい、こちらございます。あ、結構な数。はい、4種類ございます。へえ。今回はね、ほとんどなんか見た目重視。あ、もう食べたことない、わかんない。な、試食も何もなくて。そう、何もない。パッケージとかそういう。そうそうそう、見て、あ、うん、これなんかいいじゃん、ええやんと思って。へえ。お取り寄せっていうよりかは京都の駅で買えるお土産、うん、そうそうそう、セレクトってことですね。まあ、お取り寄せもできるかもしれない。はいはいはい、ちゃんと調べてないけど。はい、なんだろうな、なんだろうな、なんだろうなんだろうなんだろうな。これね、結構ね、見た目がね、はい、多分女子は嬉しいと思う。へぇ、かわいいっていうやつ。じゃじゃーん。あ、なにこれ、かわいい。かわいいっしょ。あ、かわいい、言っちゃった。ゆず餅だって。ゆず餅です。え、美味しそう、普通に。これはもうね、見た目で、あ、これやんと思って、かわいいと思って。かわいいね。近くで見るとこにゆず餅って書いてあって、うん、鶴屋よしのぶさんのゆず餅。へぇ、すごい。あ、意外な感じ。そうそうそう、小ぶりなの。いっぱいね、お餅がちっちゃいのが入ってるんですよ。へー、そうなんだ。色ちょっとなんだろう、グリーンな感じの色ですね。中、うんうん、開けていきます。はい、じゃじゃーん、こんな感じ。あ、美味しそう。あ、もちもちしてる、もちもちしてる。なんか白玉みたい。ほのかに、ほのかだね。ゆずの香り。いただきます。いただきます。あ、噛めば噛むほどゆず。うちらグミ好きだから、こういうの好き。確かに。餅だけどグミっぽさあるね。うんうん、食べ終わった後すごくない？香りが口の中で。うんうんうん、で、特になんか中にゆずのあんとかはなく、うんうんうん、ただの餅。練り込まれてるって感じ。練り込まれてる、練り込まれてる。あ、これ結構すぐ食べちゃうね。うん、多分この周りの粉？粉がゆずなのかな。粉もゆずの味する気がする。うん、共鳴物ゆず餅、共鳴物なのか、ゆず餅っていうことは。京都の人にはもう知られてんだ、有名なんだね。うん、そう、だから今回はこういう見た目重視なものを。なるほどね、なんとなく分かりましたわ。はい、続いてこちら行こうか。かき琥珀。気になる。気になるっしょ。これもうだってもう見た目でもうね、おかきさんという、ね、そう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 、やっぱ秋ですからね。確かにね、季節的にもいいんじゃないかと。なんで自分だけ楽しいの？俺も初めて。いや、初めてでいいじゃん。あ、綺麗。美しい。嘘、ちょっと。宝石みたい、宝石。嘘嘘嘘嘘。宝石。嘘嘘。そんなそんな、まさか宝石みたいな。お、宝石や。ティラリーン。すごーい。なんかもう、氷砂糖。みたいな感じかな。みたいな感じだと私は認識してる。琥珀っていうのをなんか一時期 YouTuber がいろんな人が作ってた気がする。これ。あ、そうなの？匂い無臭。俵屋義富さん。似てるね、みんな。似てんな。なんか前頼んだ気がしちゃってるけど、うん、違うかもしれないけど。じゃあ食べてみます？食べてみるしかないよね、もう。わかんない。え、いただきまーす。いただきます。うん。あ、聞こえるこれ。あ、シャリシャリ。中ゼリーみたいな感じだね。うん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 。ほんとだ、柿。きたきたきた。きたね。あ、美味しいよ。これ美味しい。うん、最初はなんか周りのお砂糖のコーティングが結構強いから、うんうんうん、お砂糖感が強い、うん、先にポンってくるんだけど、後からこの中のゼリー、うん、柿ゼリーがすごいちゃんと柿。柿。中の断面こうなってんの。周りがシャキシャキの、透明。このお砂糖。押すとなんかこう、シャリシャリシャリってこう、亀裂が入る感じ。あ、今日はお茶ご用意したんです。あ、いいですね。緑茶、これ緑茶だね。これ緑茶だね。うん。あ、いいね。そう、お店にね、うん、こうやってお皿にこうやって並べて、こうやって並べてあったの。あ、もう一目惚れだよね。なにこれ。めっちゃ綺麗やんと思って。あ、分かった、思い出した。干し柿の味がするんだ。あー、確かに。普通のフレッシュ柿っていうよりかは、うん、干し柿のちょっと干し柿っぽさ出てる。あ、熟成された甘みっぽさが感じる。うん、続いてこちら行きましょう。なんか細長いもの。俵屋義富さん。ここで一緒ですね。なるほどなるほど、期待できますな。はい、じゃじゃじゃーん。わかんないね。墨色してる。雲の竜と書いて
ちょっと読み方わかんないけど、うん、うんうんうん、なんかすごいシックなパッケージだね。そう、おしゃれでしょ、うん、こっちはなんか ポップなね。あ、そうそうそう、お土産イエーって感じだけど、ほら、リュウ、リュウリアクションかっこいい、これかっこいい、私これ撮っときたすごいすごい、ほらこれかっこいいね、これかっこいい、なんかちょっと書道っぽい、うんうんうん、じゃじゃーん、こんな感じです。ちょっとまだわかりませんが、この謎の茶色いやつ、すごいなんか塊出てきたよくわかんないんで、え、これ合ってんのかなこれ切るとあ、ウンリュウ出てくんの、リュウが出てくるリュウは出てこないけど、あ、柔らかい、ちょっとあのパンみたいな、はい、はい、あ、そこでもなかった、なんかちょっと和風のロールケーキみたいな感じだって、もち米ロールケーキ的な、うん、お店で並んでたのはもっとね、綺麗にねシュフってなってた、あ、そうなんだ、うん、周りの何皮の部分が、うん、美味しそうだよね、なんかもちもち、パウンドケーキっぽさがないんだよね、うん、だからなんかあれが気になる、原材料気になる、あ、やっぱそうだ、米粉、あ、米粉ともち粉が使われてるから、いい、ね、ちょっともちもち感がある感じなんだと思いますよ。いただきます。んでもそんなもちもちじゃない、いいね、んあんこ甘さ控えめだね、うん、おいしい、なんかどちらかというとそんなにこの皮の部分が口の中邪魔しないから、うん、羊羹食べてるって感じで、あ、確かにね、あんこもちゃんとこう粒あんになってて、うん、ちょっとこの口の中に残る感じがいいね。あ、でもこれ好きだな、お取り寄せとかお土産ってほんとすごいよねって思うんだよね。なになに急に語り始めるだってさ、なんか長くなりそうなカットしまーす、だって今日そう待って待って言わせて京都一瞬で感じられるわけさ、私今京都感じてる、感じてる、京都感じてる、あ、よかったよかった。じゃあ最後もうド定番のザ京都行っていいですか。え、ちょっとじゃあその前に京都の話してくださいもうちょっと京都感じさせてよ京都は何ちょっと観光したりしたの。あ、したよ、奈良とか行ったよ、京都じゃねえやっていう鹿は痩せてた、どうなんだろうね、そこまで行ってないんだ、行ったよ、元気だった、元気だったで、さっきあの冒頭でちょっと触れたけれども、そのオイランの、オイラン体験をしに行ったんですね。あ、そうです、はい、弟が行ったところは、実は私もだいぶ前に行ったことがあって、うん、それがこちらの写真なんですけれども写真載せるんだいや、せっかくだから、うん、こちらの写真なんですけども、そう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 、うん、ここね、ちょっと名前覚えてる？あ、岡村さん、あ、そうそう、岡村さんっていうところなんだけど、うん、なんかオイラン体験って多分こういろんなところあるよね、ある、京都ね、いろんなところあるけども、超なんていうのかな、現代風のオイランっていうんじゃなくて、うん、本当に当時のオイラン、うん、着ている服もそうだし、うん、髪に刺してくれるかんざしとかもそうだし、うん、髪の結い方とか、この結い方もなんか1パターンじゃないの、ね、うん、すごいいっぱいある、いろんなパターンの髪を結えるの。そうだからね、俺もなんか横反り上げてたりしたから、うんうんうん、それをカバーするために、うんうん、毛をね、そうそうそう、うまく利用して、そうそうそう、またね、そこのね、おばちゃまたちがね、可愛かったの、そうなのよ、素敵なのよ、癒しだよ。そう、着替えた後に散歩できるんだけど、うんうんうん、普通のなんかあのネットで調べて出てくるところはなんか分数が決まったりする、そう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 、だけどそこはもう無制限だし、どこ行ってもいいの、電車でどっか行ってもいいし、うん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 、そうそうそう、で、なんかそういうところでこう写真撮影も込みとかあるんだけど、うん、写真はもう自分らで勝手に撮ってねみたいな感じ。あ、そうそうそう、あー、また行けたい、おすすめです。じゃあ最後、はい、最後はもうザ京都といえば、嬉しいんだけど、やっちゃんです。やっちゃんがかなって思った、琴の秋、せーの、ででーん、うまひょー、なんかひじりって書いてある、そう、ひじりっていう、まあ、うん、ソフトみたい、あ、そうなんだ、見て、そうそうそう、キャーそう、抹茶と日記味、あー、絶対おいしいやん、これもう、ど定番、ど定番です、ど定番、待ってたよ、はぁー、あー、熱っ、やっちゃんだ、久しぶり、いい感じなんか入っております、いただきます。うん、ま、京都だね、おいしいなんかいろいろ食べたけど結局八つ橋に全部覆われた抹茶は、中は、中あんこじゃない、中は同じあんこですね、あ、おいしい、うん、
ね、どれもうまいわ、うん、食べての意外性はこの私はあ確かにね、かき紅白、うん、かき紅白、うん、ということで、はい、今日は京都のお土産を食べていきました。はい、はい、ごちそうさまでした。ぜひなんか他にお土産これがおすすめだとありましたらコメント欄で教えてくださいませ。それではどっちでしたっけ。さよなら。バイバーイ。バイバーイ。